はい、インド飯です。やっちゃう。いただきます。じゃあ、今日はカツ丼でございます。カツ丼。いただきます。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしく。YouTube だね。みなめん TV だね。いいね。まあ、みんな動画見始めたばっかなんで。いきなり登録を強要されるという。うん、大事大事。なんか一説によると、高評価が多ければ多いほどおすすめに乗りやすい説みたいなのが、僕たちの中で囁かれてるんで、その説も検証してみたいよね。いただきます。これをかじります、僕は。シェフの方がね、かつ切るの忘れちゃったみたいで、今日は丸かじりで、あ、いいね。うまいよ。うまい。だしが効いてうまいよ。冬で食わないんだ。ダイエット。朝バナナダイエット。15年ぐらい前に入ってます。今一番いいって言われてるの、16時間断食して8時間の間に食べる。食うわそれ。それなんかめっちゃ食ってもさ、痩せるらしいよね。前テレビ番組でなんか見た気がする。2、3年ぐらい前に空腹こそ最強の薬っていう本が出て、そっから流行り始めたのかな。これ結構きついんですよね。やったことあるんですけど。あ、本当に慣れればいけるよ。あ、16時間。慣れるまでの最初の1、2週間がめっちゃきついんですよ。そう、完食としてナッツは食べていいっていうルールがあって、めちゃくちゃ面白い本だからぜひみんなも読んでほしいな。ということでアフィカスしようか。あ、しよう。空腹こそ最強の薬ね。メンバーの3分の1しか読んでないんだ。あれ超面白いもんな。やめさんも面白かった。うわ、そういうことかって。空腹が最強の薬なんだって思った。そう、実は空腹こそ最強の薬なんだよね。だってさ、風邪ひいた時にね、食欲なくなるじゃん。あれってわざとそうしてるわけで、体がさ、食べ物を食べる人いるじゃん、無理に。まあそれも特に大事な時もあるんだけど、それってほら、消化にエネルギーがいかないように体の治癒力を最大限に上げるために食欲をなくしてるみたいな、体のシステムだよね。熱が上がるのもそうだし、あれ体のエラーではないから、解熱剤とか無理に投与すると風邪長引いたりとか。僕たちが寝てる間とか体を休めてる間も、胃腸とか内臓はめちゃくちゃ頑張ってくれてるから、その内臓を休ませてあげるっていう意味でもプチ断食みたいなことはすごい大事らしい。だから胃腸の調子悪い人とかは断食するといいかもしれない。逆に食わないで胃腸を休ませてあげるっていう。たまにスマホの電源ちゃんと切った方がいいみたいに言うじゃないですか。それとちょっとなんか似てますよね。寝ても中は動いちゃってるから、そういう感じちゃんと電源を落とす。そういうことを言いたかったんですよ、俺は。あの本読んだ上で。あれマジ面白い、本当に。なんか笑えるし、涙あり笑いありみたいな感じ。映画化しないのかな、あれ。あのね、ザ・ムービーみたいなね。最後がマジやばい。え、こいつが、そうなんだよ、こいつが嘘でしょみたいな。いや、小説そういうどんでん返しあるんですよ。いやいや、自己啓発本ですよ。啓蒙書なんですよ。それでザ・ムービーって前代未聞すぎます。でもいい本なのは本当。あ、本当に面白かった。1万いいねいったら、じゃあタダであげるよ。1名様に。絶対にこの概要欄のリンクから飛んで買ってください。絶対。もうそれが当たり前。もう常識。あ、てかさ、あれだよね、ジャニーズのあの問題がいよいよもうテレビで取り上げ始めたね。さすがに無理だったね。お互い死にに口なし。そうなんだ。だからあれ別にもう死んじまってっから、北川さんは。だからあれ事実っていう風に認めるのって難しいらしいね、やっぱね。その証言者でいるんだけど、結局そのもう片方側の意見がもうないわけじゃん。あいつもう灰になっちゃってるからっていうことで、もう事実関係がちょっと難しいみたい。今ジャニーズ事務所の社長の娘さん、謝罪されてましたね。まあでもあれって完全な犯罪だから、謝罪して済む話じゃないってことだよね。でもね、でもあれさ、都市伝説で昔から言われてた話じゃん。ガチでしょっていうね。普通に報道されてたもんね、 BBC とかだと。日本のメディアが統制をしていただけで、実際やっぱ海外ではまあ言われてたっていうね。だからこの間のほら、岸田さんのタイム誌とかもね、あれ海外ではもうバーって出ちゃってる情報じゃん。日本を軍事大国にしますみたいな、もう言っちゃってるみたいなもんだからさ、まあ後になんかそんなこと言ってねえしみたいな感じになってんだけど、でも海外でやっぱもうそれがもう日本は軍事大国になるんだっていうね。日本のメディアがいかに統制を敷いてるか。でも一個こう情報が出ちゃったらもう隠しきれないっていうところがあるから。なんか面白いニュースあったんだけど、どっか行っちゃったな。最近治安が悪いですよね、日本。最近もなんかありましたね、お母さんが子供を刺すみたいな事件とかもあった。あ、確かに治安をね悪くしてるのかもしれないしね。それが治安を悪いと思わせるためにそういうニュースを多くしてる。それもあるね。でもほら、交通事故の件数変わってないけど、ニュースで報道するとめっちゃ多いってなるみたいな。まあちょっと全然それ本題じゃないんですけどね。今日の本題は 9.11。この話はね、広告通らないって言われてるんですけどね。 YouTube が喋っちゃダメだよって。でも別にそこまでは触れない。飛行機が突っ込んでる突っ込んでないとかじゃない、そういう話じゃない。まあ、9.11 のあの事件ね、2001年、まあ、9.11 テロのまあ標的になってしまったワールドトレードセンター、世界貿易センタービルがですね、一応あそこ今もう跡地になってるんですけど、アメリカではあそこね、グラウンドゼロって言われてるね、通称ね。グラウンドゼロってどういう意味かって言ったら、爆心地って意味なんだよ。そういう意味になるんだ。うん、で、この 9.11 が起こる前のメジャーなグラウンドゼロはどこだっけ？広島、長崎。あ、正解。そうなんですよ。広島、長崎がグラウンドゼロなんですよ。あそこじゃなんでかって言ったら、核爆弾が投下されたわけでしょ、原爆が。世界最大の爆発だもん、じゃあなんでこの 9.11 テロがあったワールド貿易センタービルを別に核爆弾で攻撃されたわけでもないのにグラウンドゼロっていうのかっていう、あれで飛行機が突っ込んだんでしょ。そこにはやっぱりアメリカの政府の洗脳があるんじゃないかっていう、洗脳関係してるっていうふうに言われてるんですよ。爆発かっていうとなんかちょっと違うような気はするよね、そうなんだよね。これなんでかっていうと、要するにこの事件が起こる前まではグラウンドゼロはもう日本だったわけよ、広島長崎、それに似せてグラウンドゼロっていうふうに名付けることで、これ実は日本に対して我々も同じ被爆国なんだよっていうか、私たちアメリカも被害者なんだよみたいな、かわいそうアピールだったんですよこれ。それはちょっと話変わってくるな、つまり敵対国に攻撃されたかわいそうな国ですと、我々は報復しなくてはならないっていうことを国民に刷り込むための世論操作だったっていう。でしかも日本人にもアピール、アメリカ人かわいそうだねみたいな。だってさ、この後イラク戦争に行ってるわけじゃん。それってやっぱ世界的な国際的なその世論も関わってくるし、だってほら別にアメリカ国内だけの話じゃないから、国際的にアメリカがイラクに攻め込んだら、うわなんか怖い国だなみたいな印象良くないじゃん。だけどグラウンドゼロってことにしとけば、日本も確かにアメリカに攻撃されて爆心地で、日本じゃ本当かわいそうだったわけじゃないですか。そんな日本と一緒なんだと、このアメリカも攻撃してきたのはアメリカのくせにねっていうことらしいですよこれ。結構無理ある、無理がある、まあだから戦争を納得させる状況を作り出すためってことだよね、正当化するための、同情を誘う。そうで、このアメリカの手口としての常套手段は、まず戦争を始める前にアメリカから仕掛けはしないですよ基本的に。まず敵対国に攻撃させるんだってアメリカって、だからやられたみたいな、あの国がやってきたんだよみたいなっていう感じで戦争を正当化するような状況を作ると。でまあそこからね、イラクがね大量破壊兵器とかいろんなテロ組織がいるからこいつらが悪いんだみたいな。第二次大戦もそうだったって言われてるよね、日本にわざと先制攻撃をさせるように。真珠湾とかもそうだよね、あれ口裏合わせてあった話だもんね実際はね、でちょうどこの第二次世界大戦の時って、今は宇宙開発とかね、宇宙覇権を握るためにみたいな、中国もそうだしロシアもアメリカも宇宙の覇権を握ろうとしてるんですけど、当時はどっちかって言ったら核の争いだったんですよ、核兵器技術。まあだからアメリカはね核作ってたし、その後はソ連とね冷戦にもなるような関係だったんだけど、だからアメリカに関してはやっぱその原爆を作ってどっかに落として世界の覇権を握る目的だったんですよ、宇宙開発競争みたいなのは一旦終わってたっけこの時期、確かそうだった気がする、この後だしね NASA とかねなんか力入れてきたのってね、スペースシャトルとか、そうだから爆弾を落として俺たち強いんだぞと、まだ寒海年だぞというねことなんですよ。でこれ、まあ、実験の候補地があったんですね。これ日本だけではなかったと。もう一つはドイツ、落とす予定だった国ドイツ、ナチスドイツ倒すために実は原爆を作ったっていうふうにも言われてて、マンハッタン計画なんかも、マンハッタン計画っていうのは原爆開発計画ね、これにかかった人物っていうのは、まあ、全員ユダヤ人だよね、ユダヤ人だから、そのドイツの女性とかもすごい詳しい人だし、だからロスアラモス研究所とかですから秘密のミーティングはあのボヘミアングローブで行われてたみたいな話もあるわけじゃないですか。モレクを信仰しながらね、結構悪魔崇拝者たちがそこでマンハッタン計画をミーティングをしてたみたいな話もあるんだけどね。ドイツの情勢とかその軍事的なことにすごい詳しいから、ドイツが核兵器を作るかもしれないっていう情報をアメリカに伝えるんだよね。そこからマンハッタン計画が始まったって言われて、そうなんだよね。でまあこのドイツなどのヨーロッパ諸国で、まあ、迫害を受けたユダヤ人がアメリカにこう亡命してきて、で、まあ、ユダヤ人っていうこの人種を虐殺したナチスドイツを倒すためにこのマンハッタン計画にユダヤ人が参加したっていうふうには言ってるんだけど、いやでも全部計画的だからドイツっていう存在自体も敵としてね作り出していますから、で、まあ、その中心にいたのがこれは超有名なオッペンハイマーさんっていうね、これロスアラモス研究所の、このロスアラモス研究所っていうのは結構やばいとこでして。あとはこのさっきの原爆の話に戻すと、広島の原爆投下に使われた飛行機は B29 で、乗組員が大体15人だったっていうふうに言われてるんだけども、そのうち7人がユダヤ人だったと。結構いっぱいいたんだね。でも当時のアメリカにおけるユダヤ人の比率って実は 5-6% しかなかったのって、内訳が。だけど B29 に乗ってたユダヤ人は7人も乗乗してるって結構すごい確率なんですよ、当時の人口比率からしたら。そうだから絶対ユダヤ人が乗ってたっていうのは偶然ではないよねって、やっぱそういう計画を施してる連中っていうのは、まあ、やっぱユダヤ人だったよねっていう。でもなんかね、ユダヤ人っていうとなんかユダヤ人全員は悪みたいな感じに思われることなんだけど、そんなことはないですからね。そんなことはない。そんなことはない。ユダヤ人イコール悪とか、ユダヤ人って迫害されてかわいそうっていうような論調も全部あいつらが作り出してるから、あえてユダヤ人に憎悪を向けさせたりとかも全部あいつらがやってることだから、作戦なんだよこれもね。ユダヤ人世界支配してる説とかさ、陰謀説も全部作戦だから、一部の連中が悪いっていうことはこれは頭に入れとかないと。よくね、陰謀論者とかが書く、嘘を書いてないですよそういう本って、書いてないんだけど、もうほんとユダヤ人にものすごい嫌悪感を抱いているような書き方をするわけ。そういうのに読むと騙されちゃう人が多い。ユダヤ人って本当に全員悪いやつなんだみたいな。ユダヤ人謀説ってどっから広まったかっていうソースはナチスドイツだからね、あそこから一気に世界中に広まってるから。あいつらって反フリーメイソンが掲げてるからね。フリーメイソンが世界を支配してるっていう都市ですが、広まったのはヒトラー。あれも作戦なんでしょうけどね、結局メイソンがいっぱいいますからね、世の中にはね。だってヒトラーのばっか結局ユダヤ人だったんでしょ。そうそうそう、結局メイソンですからね。結局ね、スカランド・ボーンズとかそういうのがかかってるんですよヒトラーって。てかまあ、あいつが生まれたバックボーンが結局トゥーレ教会っていう秘密結社から結局あいつも生まれてるから、秘密結社出身なんだよねあいつ自身が。そこからナチス党になったっていう。だからユダヤ人が計画していると。じゃあなんで日本に原爆をどうしたのかと。本来じゃあナチスドイツを倒すために原爆を作ってたっていうことなんだけども、それが日本に落ちてしまった原因っていうのが、一応ヨーロッパ諸国によって迫害を受けたユダヤ人たちの手によってナチスドイツは作られたんだけども、実はこの原爆が完成した時にはすでにナチスドイツは降伏していて使う必要がなかったと。しかもドイツ核兵器結局作れなかったらしいよね、断念したらしい開発。でもね、優秀な科学者がいっぱいいたからね、ペーパークリップ作戦全部アメリカに持ってかれちゃったっていうね。ペーパークリップ作戦っていうドイツの優秀な科学者をアメリカに全部こう引き抜いた。引き抜きか。そこからアメリカって結構いろんなテクノロジーが進歩したんですよ。そこから NASA が生まれたんで、だからまあみんな優秀だったんだろうねっていうね。だから結局もう残る候補地が日本しかなかったと。でそのマンハッタン計画もそうなんだけど、その原爆を使って世界を支配するっていう目標のもと原爆開発してるから、この原爆をどっかに落とし、戦後の冷戦を引き起こすためにはどこかに原爆を落とさないといけないと。冷戦引き起こさないといけないから、だからどっかに捨てるみたいなことができないってことだよね。そうなんですよ。落としてうわやばいぞアメリカはみたいな。まあアメリカっていうか、まあその上にいる連中がやばいんですけどね本当はね。だからまあ日本にまあ落としたと。だから戦争によってどんなに人間が死のうが、もう特に自分たちのその名誉のためにはもう構わないというところで、まあ日本がそのターゲットになってしまったっていう。なんだけどね。しかもひどいのが、原爆でどれぐらい被害が出るかっていうデータを絶対取らないといけなかったっていう、ね、データ取りなんですよこれ。クソだよね当時の。一応広島に投下された原子爆弾がウラン型、濃縮ウランで、長崎がプルトニウム型だから全部種類違うんですよ押してるやつ、だからそれぞれデータ取ってたと。もう一個あるって話だもんね。そうだね、その辺も実はメンバーシップがあってね、原爆の真実はね上がってますんで、電化が語ってますから。電化じゃん。ウランはあの原子力発電所とかでよく使われたやつ、プルトニウムがあの未来っていうやつね。だからまあそれぞれねこうデータを取ったと。だから落とした直後にすぐにアメリカ人が調査しに行ってるから、おおここまで死んだかみたいな。データ取るためだけに人殺しまくったっていうね。クソでしょ怖いっしょ。これ支持したのはトルーマンだからね、ハリー・トルーマン。当時の大統領ね。メイソン33階級と言われている。しかもあれ33代大統領じゃなかったっけトルーマンって。確か33代米国大統領ハリー・トルーマン、そして北緯33度ラインを通って原爆が落とされてますから、全部333333。意識してしまう。意識してる。だって第二次大戦始まった時の大統領ルーズベルトだって。でルーズベルト死んだんだっけ確か。確か死んだ。死んでトルーマンになったんだよね。怖いよねこれね。何人なんですか。病気だった気がするな。だからヨボヨボなって最後パタってこう死んじゃなかったかな確か。だからまあドルマンとほらあいつ相当反日野郎だからさ、日本人はほら猿だとか、猿は永遠にあの奴隷になってればいいみたいなこと言ってるような人だから、結構ねトルーマンのスピーチ名台詞みたいなのが結構ツイッターで上がってるんで、まあ知ってる人多いと思うけど、黄色い猿がみたいなこと言ってるぐらいの人だから、そんなことしときながら広島平和記念公園の原爆死没者慰霊碑には安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬからって書いてあるっていうね。なんか、日本人が過ちを犯したかのように書いてあるみたいなね。やばいでしょ、これ。でもこの話は別にアメリカに像を向けさせるために俺喋ってるわけじゃないですから、今日の話は別に、アメリカ人もいい人いっぱいいるからね。当時の世界を支配してるマンハッタン計画にかかってるやつらがもうクソだっていう話で、これもそいつらが書いたってことだよね、結局ね。でも今、結局原爆を伝えて敗戦国になりましたから、日本も今ね、いろんなところで実験、添加物もそうだし、軍事的なところでもそうだし、マイナンバーもそうだし、ドイツも同じくやられてると。選挙システムをね、敗戦国に置かれてますからね。結局アメリカの都合のいいような政治になるように全部操作もされてるっていうのが、実は 9.11 グラウンドゼロと言われてるのは、まあ、日本人や世界に対してのアピールだった。アピールだね。太平洋戦争っていうと切れる人いるよね。大東亜戦争って言えみたいな。右だね。大東亜帝国だ。右寄りだねお前。やっぱり太平洋戦争の方が認知度が高いから、僕たちはそっちを使うことが多い、ね。あ、そうね。大東亜戦争ってのはまあな、まあ、言いづらいっていうかなんかちょっとこう、文字が怖いからさ、大東亜ってさ。あが怖い。あが怖いよね。だって大東亜戦争なんですか、それから説明しないといけないからね。いろんな政治団体がいますんでね。怖いっすよね。っていう話。じゃあ質問いきます。はい。シンプルに人生で一番怖かったことを教えてほしいとか。怖かったこと？ない。僕で言うと車にひかれそうになったこととかがあるんで。ああ、俺も2回ぐらいひかれたっていうか跳ねられたことあるけど、まあ、じゃあ超えてるわ。超えてるのに怖くないんですよ。うん、全然怖くない。怖かったことあるわ。ゴキブリが俺に飛んできた。あれは怖かったね。怖いな。あれ人生一番怖かったなんか。へってなったもんね。ゴキブリってほらこう血を張ってイメージあるじゃん。飛んできたんよ、俺に。そんな想像しただけで怖いわ。震えたね。平和ですね、日本。心霊もあるんですか？まあ俺結構心霊スポット行かしてもらったんで、いろいろありますけど。でもゴキブリの方が怖かったんですね、個人的には。取りつかれるとか、そういう経験もないですか？取りつかれるはないかな、俺は別に。俺絶対取りつかれないと思い込んでるから、俺は。それが一番大事。俺についたところで何もしてあげられないぞっていうことを常に思ってる。申し訳ないけどね。イラメさんなんか怖かったことでしょ。骨折れた時ぐらいかな。あ、怖かったんだ、さすがに。ちょっとびっくりしたって感じ。まああったろうけど覚えてねえな。手ってさ、変な方向曲がってた。うん、こっち、手がこっち行ってた。ここよ。第三関節。肘の前に一つ関節が。手長族みたいな。すげえ。さすがに怖いな、それちょっと。怖いでしょ。それ霊的な。あ、霊な怖さだと、霊っていうかマジで怖かったのあれだな。小学生の頃やっぱ自転車飛ばすの好きだったから、結構速いスピード出すの好きだったから、60キロぐらいでめちゃくちゃ立ちこぎして、結構まあまあ早めに漕いでるおじいちゃんいて、それ抜かしたのよ。よし抜かしたみたいに思ったら、そのまんまそのおじいちゃんがニコニコしながら「やるね」とか言って、そのチャリこいで俺と並走してずっとで、最後「負けた!」っつって別の方向こうやって、めっちゃ怖かった。殺されるのかな、人の怖さ。俺おもろいな。怖かった。おじいちゃんが立ちこぎして俺と並走して、まあおじさんとおじいちゃんの間ぐらい、さすがにそのヨボヨボではない。60歳ぐらい、60、70ぐらい。子供にそんな真剣勝負挑んできたから、すごかった。怖いっすね。命狙われる的なそういう話は別にないんですか？ないね。それはいいことですね。何にもない。ごめん、何にもない。普通にしては何もねえのよ、実は。もう申し訳ない、本当に。なんかそうなんだよ、あんま面白くなくて悔しいわ、動画が面白くなくて。前回コラボしてほしい YouTuber コメント欄書いてくださいみたいなの撮ったの覚えてます？あれめっちゃ来てたんで。じゃあ1万いいねいったら答えるよ、コラボした YouTuber。 嘘ついたから前回は。あ、そうなんですか。うん、本当のやつ教えてやるよ。1万いいねいったら本当のやつ教えてやるよ。ガードマン面白いとか言ってたの嘘だったんですか？嘘、もっと上がいる。すごいな。あ、そんなこと言ってたって俺好きだけどね、それは。もっと上がいるかもしれない。1万いいねで作るかもしれない。そういうことだ。一番いいね来るといいけどね、こんなこと言っといてね。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。全然口動いてない。国道を目指してる。これ言うとなんか YouTuber って感じするよね。あと報告動画出したりとかすると気合入る。謝罪したりとかすると YouTuber って感じする。年一では謝罪したいですよ。毎日謝罪ぐらいしたいよ。メンバーが辞めました、 YouTuber ごっこしたいなと思って、休止しますとか言いたいな。小休止ね。今度冒頭で言うか、毎回メンバー辞めましたとかって。やっぱ YouTuber と思われてない可能性あるんで、最近結構陰謀論者って言われてたりするんで。なあ、そんなことないんですけどね。ああ、それやりましょう次回から。信じるか信じないかはあなた次第です。